な、月光町人、おはようございます。昨日は夜でもうすぐ今日朝投稿します。今日の朝の鴨脇さんのお題は、昨日の自分を褒めましょう。何を褒めますか？何書いたやろあ、何、昨日もね、一日、昨日はあまり、昨日接した人たちに愛のある言葉で話せました。はい、なんていうんですかね、その相手を変えようとするんではなくてね、受け入れて、そうねって言いながら、愛のある言葉で対応できたと思います。100点満点だったと思います。そうで、お利口さんでしたっつって、まとちゃんお利口さんでしたっつって書きました。はいね、昨日は本当いろんな人に会って、いろんな話を聞いて、みんな本当みんな違って、みんないいんだなと。でも本当ね、今の人たちはもう若い人は特にそうやけど、もうみんな分かってるですね。ようすごいなと思いますね。いろんなことが、いやそうよねっていうことを言ってます。言ってるんやけど、それに対してでもちゃんとできてないんですよねっていう、ちょっとこう反省の声を聞いたり、分かってるけどできないっていうことが結構多いんやなと。で、多いんやなと思うけど、でももうそれはもう、だって俺だってね、なんだかんだ言いながらお菓子食べるし、パフェ大好きやし。ね。でもそれはもう感謝して、ちゃんと体の中に受け入れて、ほんで、しっかりうんこで出すと。もうね。このご時世美味しいのを我慢するなんていう、なんか世の中の幸せのね、何割かを我慢するなんて、何もったいないんでね、もうそれはもうありがたく美味しいねっつって食べて、でもじゃんじゃんバリバリ排出するという、もうまあまたあと 10年ぐらい経ったらね、食事内臓がやっぱね衰えていって変わっていくんでね、やっぱりだ、それはその時で、本当にいつも内臓さんと相談しながらね、お菓子食べる、パフェ大好きとか言いながら、じゃあ昔みたいな大食感ね、量がいっぱい食べれた体かっちゅうと、それは入んないですもんね。本当にそれは年々入る量はもう本当に少なくなっていってますね。でいいことですよ。無理して運動して痩せようと思わなくてもいいんでね。で昨日はまあ一日ね、ドライブとかちょっと会いたかった人に会いに行ったりとか、やって、ほんで帰ってきて、でもう車にずっと乗ってたんでね、なんかもう股関節とか足回りがもうちょっと悪かったんで、ちょっと運動しようと思って、1時間ほど歩いたり走ったり自転車こいだり、このジムでやってたんですけど、じゃあその時にね、なんかジュマンジュって昔ね映画があったんですよ。それの一番新しいっていうか、新しい版みたいなのちょうどいいんですね。1時間ぐらいを用があって、だいたいなんかな、2時間前後なんですよね。でそれをDTV だったら 1.5 倍速で見れるので、 1.5 倍速で見るとちょうど、1時間と、あとなんか、トレッドミルか、まあエアロバイクか、なんか1時間10分ぐらいでちょうど1本見れるんですよ。でね、1日の終わりにスカッとあーって
スカッとする映画が見れて、うん、めっちゃ良かったですね、うん、昨日も一日めっちゃいい一日が遅れました。ほんで本当最近思うのは褒め道、斉藤ひとりさんのところね、みっちゃん先生という人が褒め道っていう本を昔書いてて、それにすごい共感して、やっぱ褒めるやけど、昔はなんかこうまあね、うまくないからやたらこう褒めてたんやけど、最近は褒めるっていうよりやっぱ受け入れるですか、うん、それいいねって、あそうですねって、うん、相手を受け入れるっていうことをちょっと意識するっていうか、そうなってしまう、うんうん、なんか前の褒めてる言葉は、あいいですねとか、それいいねとか、そうですねって、褒める言葉はそんなに変わらんのやけど、相手を受け入れるなんかね、意識が、心がっていうか魂が変わったかなと思いますね。だから本当に、なんか言って、昔はそれはダメやろうって、そういう食生活とかそういう生活習慣はダメやろうとか思ったんやけど、思いながらこうした方がいいですよとかいうことがあったんやけど、もう今本当に、ああそうですねって言いながら、いやいいと思いますよって言いながら、会話してますね。あそういや本当だから楽になりましたね、褒め道も、ただ褒めるんではなくて、なんか相手を受け入れるっていうことをやってるとめっちゃ楽になりました。ね、もうとにかく敵を作らないですよ、相手とね、会話のなんていう会話で討論やないけど、そういうのはしないと、なんか会話のキャッチボールをね、会話のキャッチボール、なんかうまく言えれんなこれここら辺がちゃんと本を読んでないから、言葉のね、言葉が足りないでしょうね。本読んでる人たちはなんか難しい、それなんどういう意味とかいうような言葉はうまくポン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 出てきますもんねまあいいや、そんな感じで、おお、まあ、昨日の夜も喋ったんで今日の朝なんで、まあこんなぐらいでいいかな。はい、にゃ、今日のひとりさんの言葉は、困った時についてるって言えないよね、だから口癖にするといいよ。成功する人は良い口癖を持っています。失敗する人は悪い口癖を持っています。たったそれだけで人生が決まってしまうのだから怖いですよね。ついてるついてるっていう口癖はあなたを絶対に幸せにする口癖です。普段から何度も何度も言ってください。笑っちゃうほど良いことが次々と起きますよね。はい、悪い口癖、本当これはもう特に口癖っていうより、ため息ですね。ため息をつくなじゃなくて、いいため息を つきたいですね。こう何はあってね、はあ気持ちいいってね、語尾にね、はあっしゃやるぞみたいなね、わざとふーよしやるぞみたいなね、もう本当もうこの世の終わりかっていうようなため息をつくような人がいますからね。まあそれはでもそれに対してその人を何か言うわけじゃなくて、ああこの人こういうため息がつくような今生活習慣を送ってるんだって、ね、なんか、動作解析じゃないや、洞察力、そういうのを養って、ほんでまあこういうため息は出さないようにしようっていうね、反面教師になってもらって、自分はしっかり吹いたため息が出たとしても絶対ゴミに気持ちいいとかよしやるぞとか、プラスなね、ポジティブな言葉が出るように、まあため息出ないんですけどねたまにわざと出す時はありますね。こうなんか体の中に悪い気
気が溜まってるなと思った時にこうふーってね、よしやるぞってね、よし行くぞとかね、ちょっと気合を入れる時にあのため息っていうより呼吸法をね、やることがありますけど、はい、口癖はもうとにかくついてるとかね、大丈夫ってね、いう言葉をひたすら言いましょう。じゃあ、昨日は、とにかくなんか人にね愛のある言霊をで会話できたのでよかったと思います。よかったね、はい、ほほはははほほはは、イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、よし今からまた走るんです。走って自転車こいで、1時間ほど動きます。今日も一日忙しいので朝運動しておきます。大丈夫でじゅかよ、大丈夫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 、なんとかなるでじゅかよ、なんとかなる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 、ついてるでじゅかよ、ついてる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 、お嫁さんに買ってもらったニット帽がやっぱり出てこないんですよね。ありがとう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 って言ってたら出てくるんですけどね、ありがとうありがとうってずっと言いよこ。チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。2倍速で見てください。ね、いいですよ。早く、スピードで一日過ごすと、スピードでなんかかんかやると、とてもいいですよ。脳の回転が良くなります。じゃあ、笑顔を作って終わりましょう。ついてる笑顔で、にゃん。うち。